はいどうもこんにちは、俊二です。今日は、現行モデルのアルファードベルファイア87分の1スケールコレクション、こちらの方全6種類見ていきたいと思います。今回ねネットでコンプしたの買ったんですけど、ガチャの方は1回ね300円となってますね。そうカプセルの色ね3色になってて、中に入ってるね車の色もね同じ色なんですね。黒のカプセルには黒、白のカプセルにはボディ色が白となってて、そう出てきた瞬間何色の車かねすぐ分かるようになってますね。ではまずは白色のカプセルから見ていきます。パカッと開けて1台目はアルファードですね。はい、ガイドブックはこんな縦長になってて、下から見るのかな、アルファードベルファイア87分の1スケールコレクション、1回300円となってます。かっこいいですね。で、ずらーっとねラインナップがこんな感じで、書いてますね。なんだろうこのタイヤのマークみたいなの。アルファードはノーマルホイール仕様で、でベルファイアは、カスタムホイール仕様って書いてますね。くるっと回し後ろはこんな感じになってますね。アルファードノーマルホイール仕様、ベルファイアカスタムホイール仕様って書いてます。で、こちらトイズキャビンさんから出てます。はい、ではね袋の方をカットして車両取り出します。カラーはホワイトパールクリスタルシャイン。パール感ね全然ないですね。あと光沢感もないんで、なんかそんなに塗装めっちゃ綺麗ってことはないですね。ヘッドライトクリアレンズになってて、グリルのところとかはねこの辺のペイントなんかすごい綺麗ですね。でバンパーの形もよくできてます。はい、ボンネットちっちゃいんですけど、こう前の方ねこのメッキパーツがついててね、この辺の作り細かいですね。で、ホイールはノーマル仕様になってますね。こんな感じ。おーすごい、よくできてるちっちゃいけど本当によくできてる。横ねドアミラーがあって、あとアウターハンドルで、このね横にあるこのプレスのラインなんかもねきっちり作られてますね。で、くるっと回して後ろテールにガーニッシュですね。すごい塗装綺麗ですねこれね。あと、バックドアの造形なんかもすごいいいです。で、リアバンパーリフレクターがねついてて、で羽ですね、ちゃんとこのハイマウントもね作ってくれてるんですよ。この辺の作りいいですね。はい、くるっと回して、で屋根ですね、ちょっと後ろの方ボコボコしててシャークアンテナがついてるっていう、この辺の作りもバッチリです。でなんかハンドルがあったりちょっと見えにくいんですけど、ダッシュ周りもちゃんと作られてそうですね。はい、くるっと回して底面はこちらで、タイヤもあるんで下に置いて手転がして遊ぶこともできるようになってますね。ちょっとね形違うんですけど、トミカアルファード、スケール65分の1とね見比べたいと思います。はい、大きさの方まずねこんな感じになってて、かなりねトミカと比べちゃうとやっぱり違いますね。ちっちゃいですね。ダイキャストじゃなくてプラスチックですけど、まあ作り自体はねかなり細かいですね。塗装なんかも細かくて、あとプレスのラインなんかもねきっちり作られてて、いや本当によくできてます。あれなんだここ、塗装おかしくなってる。いやめっちゃショックめっちゃショックこれ、なんでだろう。いやまあまあまあとりあえずね後ろ見比べるとねこんな感じになってますね。ガーニッシュのね形とかがね全然違いますけど、塗装とかね本当によくできてますよね。トミカと見比べてもね本当全然ね作りいいなっていう感じなんで、これでダイキャストだったらよかったんですけどね。では次はね、白色のベルファイアの方見ていきます。はい、では袋カットして、はい、こちらもカラー同じです。ホワイトパールクリスタルシャイン。パール感ないですね。あと光沢感もないですね。ここちょっと残念。ヘッドライトクリアレンズになってて、グリルにあとフロントバンパーのこの辺のね作りめっちゃいい。いやかっこいいですね。まだトミカでねこの形のベルファイア出てないんで、僕この現行のね今ベルファイア乗ってるんでめっちゃテンション上がります。嬉しい。で、フロントガラスの前ねこれワイパーなんかもねちゃんと作られてますね。でくるっと回して、ベルファイアはカスタム仕様のねホイールになってるんですけど、どうですか。いやノーマルの方がなんかかっこよくないですかこれね、カスタム仕様より。アルファードもベルファイアもサイド横はねもう見た感じあんま変わんないんですよね。ドアミラーがあって、あと、アウターハンドルがあって、あとプレスのラインなんかもねさっきと同じような感じですよね。はい、後ろはこちらとなってます。あれテールがねアルファードの時と同じじゃないですかこれ。全く同じですよね。でもなんか違いますもんね実写はね。あこれなんだ、ちょっと残念だな。この状態だとなんかアルファードかベルファイアかちょっとわかんないですよね。リアバンパーねリフレクターがあって、あと羽ですねのところにハイマウントがついてます。
はい、くるっと回して、屋根ですね、ボコボコしてて、あとシャークアンテナがね、ついてますね。そう、フロントのね、作りがね、すごい良かっただけに、この後ろがね、なんか、アルファードとね、もうほんと同じっていうのがちょっと残念でしたね。では次ね、黒色見ていきます。パカッと開けて。はい、取り出します。ブラックカラーですね。パールとかね入ってない、ほんと黒のソリッドですね。光沢感これもそんなないですけど、さっきの白よりかは光沢ありますかね。はい、前こんな感じになってますね。まあ、形とかはね、細かいところはさっきと、作りは同じになってますね。ホイールの方は、ノーマル仕様になってて、ベルファイアのカスタム仕様よりこっちの方が良くないですか。なんかかっこいい気がしますけどね。はい、横はこちらでくるっと回して後ろの作りもね本当にいいですね。あ、テールもねクリアレンズになってるんですね、これね。すごいすごい、さっき気づきませんでした。はい、くるっと回して、反対側のサイドですね。プレスのラインなんかもね本当よくできてます。まあ、贅沢言うならサンルーフねつけてほしかったですね。次はねベルファイアのブラック見ていきます。ブラックカラーのね、ベルファイアになってます。これもね光沢ないですね。はい、フロントシルバーのねペイントが綺麗ですね。やっぱり白とは違ってこのシルバーがすごい際立ってねかっこよく見えますね。で、ホイールはカスタム仕様になってるんですけど、やっぱりノーマル仕様の方が僕は似合ってる気がするな。で、アウターハンドルのシルバーとかね、この辺のシルバー、要所要所のシルバーがすごいかっこよく見えますね。はい、くるっと回して後ろはこちらですね。ベルファイアもテールがねあのクリアパーツ使われてますね。で、反対側のサイドになってますね。で、屋根はこちらです。はい、2台並べるとねこんな感じになってます。宿っちもねやっぱりこのフロント周りのね作りはかなり力入ってる感じがしてねかっこいいです。で、後ろから見比べるとこちらですね。全く同じですよねこれねでは最後ね、赤色のカプセル。これ赤って言っていいのかな？もしかしたら小豆色の方が正解かもしんないですね。はい、パカッと開けて、まずは、あ、ベルファイアが出てきました。カラーはダークレッドマイカメタリックということで、あ、パール感これある。さっきのね、あの、ホワイトパールクリスタルシャインは全然パール感なかったけど、いやー綺麗ですね。ただこの光沢感はないですね。もうちょっとやっぱクリアのね塗装とか綺麗にしてほしいですけど、そうプラスチックっていうこともあってクリア塗り込めないのかな。前から見ていきます。まあこちらもね作りね全く同じなんで特に変更ないんですけど、やっぱボディカラーが違うとやっぱ雰囲気かなり変わりますよね。はい、後ろはこちらになってて、こうベルファイアって書いてますね。ホイールの方は、カスタム仕様のホイールになってます。はい、上はこちらとなってます。クリアのね光沢感は全然なんですけど、あのパールがねちゃんと入ってるのはこれ分かりましたね。さっきの白のホワイトパールクリスタルシャインの方はねパール感全然分かんないですからね。最後ですね、アルファードの方を見ていきます。カラーはねさっきと同じ、ダークレッドマイカメタリックでパール感ありますね。はい、フロントはこちらとなってて、大きなグリルがねかっこいいっすよね。で、ホイールの方はノーマル仕様です。ノーマルの方がなんかカスタム仕様っぽいね感じに見えますよね。うん、かなりなんかスポーティーな感じするんですけどね。で、後ろはこちらとなってて、バックドアにリアバンパーの形なんかもね本当にこれよくできてました。で、屋根はこちらとなってますね。まあちょっとね変わった色にはなってますけど、黒と白にはないちょっと大人っぽいね雰囲気が出ててかっこよかったですね。今回はアルファードベルファイア87分の1スケールコレクションのガチャ、全6種類ご紹介しました。ダイキャストではないんですけどね、細かい塗装になってて、あとクリアパーツが使われてるんでね、なんか高級感ありましたね。で、アルファードもベルファイアもフロント周りがね、本当によくできてました。後ろから見た感じはね、アルファードもベルファイアもね、ほとんど同じような感じになってましたけどね。値段の方が1回300円ということで、また気になった方よかったらぜひね、回してみてください。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。あとツイッターインスタもやってますんで、よかったら説明欄の方に書いてるんで、登録の方よろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバーイ。